ゆりこたいがです。皆さんこんにちは、イエイ。今日はいろいろ話したいと思います。さあね、実はありすぎてもうフリートークにしようかなって思ってます。で、いろんなビッグニュースもあるから聞いてきて、 Twitter の方とか Instagram の方はもう知ってると思いますが、実は素晴らしいことが出たんですよ。これブブー、レイヤーズライフ、レイヤーズライフ、なんか日本語全然違う、レイヤーズライフ、レイヤーズライフというのコスプレ雑誌が出て、で、分かってるリチュー、私が出たんですよ。うわー、すごい。おー、このシーンが切った時はほんとマジで泣きそうだった。で、ほんと素晴らしい雑誌ですよ。でも発売始まりました。 Amazon で買えることになって、ぜひ皆さんたくさん買ってください。で、ここの中に実は私のインタビューもありますよ。結構長いっていうか、パーソナルのインタビューもあって、ということでリリと私服の方も写真がいっぱい大きくてありますので、ぜひよかったら例えばイベントの時に持っていただいて、サインとか全然 OK なので、ぜひよかったらこれを買ってください。もうこの雑誌が出たのはすごいすごい、っていうか私はこの雑誌好き、なぜという好きなのは、ほんとコスプレが大好き、もうコスプレが好きでも心から攻めてコスプレが好きの雑誌なので、いいです。たまに可愛いだからコスプレイヤーじゃなくて本当キャラスに入りきるみたいなコスプレイヤー本ですね、だと思います。結構面白い、なんかスタジオとかチュートリアル本当いろいろあると思いますので、初めてコスプレイヤーよくわからない人でもすごく助ける、すげえ大ヘルプの雑誌だと思ってます。ぜひお願いします。すげえ PR になってるけど、もうマジで嬉しいけど、買ってよ買ってくださいよ。これだけじゃなくて、まあちょっとね、実はいろいろあった。たまに、まあよく気分変わりの女の子、蟹座7月生まれの女の子なので、簡単で言うとセーラームーンのうさぎちゃんと一緒の性格、そうだから結構悪いことがあったら、でも私のライフはもう終わりだみたい、すげえもうドラマチックで、ハッピーなこともこれだけで、すげえもう完全にぴょんぴょん、ねえねえねえ、見た、え、これすごいでしょってすげえテンションが上がる女の子です。髪が切ったので、あ、切ってない、ただ新しい色にしたので、すっごくジュニがもうポテンシャルパワー、女の子のパワーが出たんですね。やっぱりちょっとアニメっぽくて、お紫とちょっとだけ黒が入ってます。私はね、あの外国人だからとか肌が白いから明るい色の方が似合うとか言われるんだけど、やっぱりこれが好き、色カラーリングって大好き。やっぱりアニメっぽくってやるのことが好きです。で、こういうことで、実はねこの前セーラームーンのレストラン初めてに行きました。うわすごかった、いやキラ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 、かわいい、めっちゃかわいくて、もうほんとブラーボーブラーボーってな感じになって、でちょっとだけ撮影 OK のとこを撮ってて、ごめんねじゃなくて夢の中だ、本当に素晴らしかったで、本当におすすめしたいな。もうセラムが大好きな人なので、もうそれを見た時に、あとちょっといろんなものがね、コスプレパフォーマンスをやる時に同じものを使ってたから、すっごいなんかもう完全にコスプレイヤーな感じして、この記事なのに今何が使った、こんな感じ、あ、この動き、なるほどね、あ、この予言、ナイスってすっげえ思ってて、もうずーっとなんかコスプレのことばっかり考えて、なんかなるほど、はぁ、次をやるときにこれとか直せばいいなみたいな感じです。なんかどうでもいいニュースのパーツ1が終わった。パーツ2が痩せたということ。ちょっとなんかちょっと太ってたねこの夏が何回もイタリアとかリスボンとか、あのヨーロッパの外国イベントにゲストとしてで呼ばれてめっちゃ食べたんですよ。でも私はそんなに太って
ってるってな感じしなかったし、まあ、顔がいつもちっちゃいなのでそんなに太ってるみたいな、ないでしょ。でも確かに腕とかもうこうは全然違う。こう今できる。ちょっとな感じができるけど、いいね。うわすごい。まだ完璧なスタイルではない。けど、まあ前よりがいい感じなので、ちょっとパーフェクトスタイルが終わってる。多分今年はね、やっぱりダメだった。あの夏コミで お腹出してたんだけど、ダメだった。私見た話だ、あ、まだなって思うんだけど、来年必ず行きます。来年のものですよね。それは本当普通軽くで、運動と食事、あんまりカルボ、まあパスタとかピッツァが大好きだったから、ほんと毎日ほとんど食べたんだけど、今ちょっと1週間の中で1回とか2回だけ食べます。なんか特に動画があるときに食べます。で、それで出しました。イエーイ、すげえ筋肉が、いや筋肉あんまりねえな、そこまで。それだけです。足だけがちょっと太いっていうか、もともと私のスタイルもコカ・コーラみたいなって感じなので、ちょっとここ丸い。で、ゲームに関しての全然どうでもいいのニュース、松さんに行きたいと思うんですけど、最近ゲームをやってるのはやっぱりデッドバイデイライト。あのたまにここに始まったんだけど、ほんとまあいいやね、怖いやだね、オンラインでって思って、今すげえ、もう毎日ぐらいやってる。やばい。Twitch で、やってるので、ぜひよかったら。ちょっとまだスケジュールがほんとバラバラなので、毎日この時間がちょっと決められなくてすいません。でも、まあやるときに Twitter にお知らせしますので、ぜひフォローしてください。で、その時は、あの、ファンと遊ぶもことができるし、やっぱり好きになっちゃったんだなぁ、と思う。あと、誰でも知らないどうでもいいニュースのパーツ4に行きたいと思います。もうすぐはクリスマスですよ。皆さん、予定がありますか？私はありませんよ。そう、ここに涙を、って感じ。ないよ。で、どういうことで、クリスマス予定がない方は、実は私は24日、ギルガメというのを友達のカフェに、ちょっとだけ、まあクリスマスパーティー的にに、やりたいとね、まあ一人なのでよかったら遊びに来てください。で、クリスマスに関してはみんな何するの？イタリアのクリスマスは家族というの意味なので、家族もいないし彼氏もいないし、きつーっていうか、すげーきつー。なんかあーゲームしようかなって思って、でもせっかくだから友達とかやっぱりファンと何ができたらいいなと思ってます。で、今年実はね、いろんなことが起こったのは、私ホコリアレルギーになっちゃった。もともと持ってたんだけど、こんなに強いじゃなかったんですね。今はやっぱりこの前風邪がひいて、プラスホコリアレルギーで2週間ぐらいかかったんですよ、治る前に。だから前はね、結構自分のベッドの上に荷ぐるみがわーっていっぱい置いてたんだけど、今は無理ですね。今はね、すっげーすげえ寂しい。ベッドこんなに大きいわ、一人で寂しい。くまモンぐらいがだけが置いてると、ちょっと遠いところに置くんだけど、聞かれたんだけど、何が欲しい、今年何が欲しいのか分かんない。73の質問の動画覚えてる？この動画の時はね、今何が一番欲しいって聞かれたと、皆さんもお話し、オッケー村さん、あー猫ちゃん。実はね、そうですね、実はね、野良猫が、あのちっちゃい子猫ちゃんが見つけたんなんですけど、まあ友達にやっつけて、でその友達を自分で飼うのことは決めたので、結局私とは暮らしてないから、それだけはちょっとあー悲しい。でもやっぱり見た時にすっげえ心が、あっぽわんって、もともと私はね、イタリアはね、10匹ぐらい飼ってたんですよ。ええな。あ、なんかイタリアの方が、ペットを飼うのが、そんなに見つけた猫が、まあ、助けて、拾って、家族みたいになるんですね。で、だから今私、なんかイタリアの方の
ペットが今お父さんがお世話になってるんだけど、まあずっと家族ですねって思うから結構大事にしてる人かもしれないです。あとコスメっていうか、私はここだけのものしかないんですけど、めっちゃ喋ってるでしょ、もうつまんないでしょ。でも女の子トークだから彼女になったら慣れて、それはね、コスメっていうか、私はそんなに大事にしたことない。これから言っちゃダメかな。そう、実はね、スキンケアとか私何みたいな、何やったことないな。そう、私何もやったことがないから、もうそろそろね、何か始めた方がいいかなって思って、それで習ってるかな。それだけはいいなって思う。ということで、ほんと今日は何でもない、このセーターのすげえ胸がでかそうに見えるんだけど、ほんとそれだけしかないの個人ニュースでした。で、この動画に関してはちょっとコメントに返事多めにしたいと思いますので、気になるとか質問があったら、もっとそのとこでもいいんだけど、ぜひコメントしてください。で、私のことが好きだったらぜひシェアしてください。キング、はい、ということで、ゆりこたえがでした。じゃあまた次の動画を、またね、チャオ、ありがとう。